本間京子は山形県出身の元バスケットボール選手、指導者である。ニックネームはウィク。ポジションはガードフォワード。天童美中ではテニス部に所属し、県大会ベスト4。テニス部引退後は走り幅跳びの選手も兼任。限られた練習環境の元身体能力のみで走り、幅跳びの当時の山形県新記録を樹立した逸話がある。 そしてバスケ未経験ながら山形学院高等高等学校からバスケ推薦で入学。山形学院高校から北原則彦が指揮を取る第一管銀に入社。第一管銀が廃部になるとアシスタントコーチを務めていた青木拓郎がヘッドコーチ就任した広島銀行に移籍。だが2003年に公銀も廃部となったため、 青木のアシスタントコーチ就任を受けジャパンエナジーに移籍。1シーズン目でオールジャパン W リーグ2冠に貢献。2005から06シーズンは1先発出場を含む13試合に出場するがプレイオフに進めず、2006から07シーズンは出場機会が減少。プレイオフには進んだものの出場なし。2007年、青木が指揮を取る日立ハイテクに移籍。一転して、 出場前試合先発出場を果たすが、Y 降格。Y では、先発ゼロもチームを支え、W リーグ復帰を置き見上げに2010年引退。2012年、競泳大学女子バスケットボール部コーチに就任。ありがとうございます。